鳥居り崎市神社は奈良県に駒組のぐり町上章にある神社。式内社で旧社格は孫社。単に騎士神社とも、現在の祭神は次の四柱。演技式神明町における祭神の記載は一座。同庁ではへぐり崎市神社と記載されるが、この社名はへぐりに鎮座する旧字神の社という意味であり、もともとは、 騎士の氏神を祀る神社であったことが知られる。騎士には神別の騎士と神別の騎士のに系統が存在するが、当社を放催したのは後者の一族になる。神別騎士について、その発生地、性格、本拠地、及び神別騎士との関係は必ずしもつまびらかでない。文献上では竹内宿根のこの企画宿根の光栄とされ、 竹内すくねの母が神別騎士の羊である点が注意される。経緯はつまびらかでないが、ヘグリガニでは騎士の集中が認められており、当社はその氏神として祀られたとされる。なお、付近に所在する三里古墳には、和歌山県木の川下流域に多く分布する石田付石室が認められており、当社と合わせて騎士との関連性が指摘される。創建は不詳。 キウジについては、類似国史において、天朝元年8月21日に、紀百次、紀ギ、奈良の草門で、キウジが、平白の例に預かった胸が見える。また、日本紀略において、天朝6年4月16日に、山城国アタゴ軍のお井司書が、紀百次に、歌詞されて、新地となったと見える。上元12年の文書では、 ヘグリ東城一平軍里の13坪14坪の地が石川誠主から奇春世に売却された旨と共に保証と根のうちに騎士よ基本男の名が見える。またヘグリ里13坪14坪の南に接して騎士新地があると見えることから当時には原社地から南約 2.5km のヘグリ町椿に所在したとされる。延長五年成立の 演起式新明庁では大和国へぐり軍に、へぐり崎市神社名神大月寺ニーナメと記載され、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、ニーナメ祭りでは平白に預かる旨が記載されている。また、演起式臨時祭の名神祭場においても、平白を受ける神々のうちに、へぐり崎市神社一座の記載が見える。近世には、辻の宮、または、 椿の宮とも俗称された。また、江戸時代初期の石道路には、春日大明神と見える。明治維新後、明治6年に近代社格制度において尊社に列している。主要社殿の内本殿は、春日作りで、西向き、朱塗り、屋根は銅板武器である。平成24年6月に修復工事がなされている。本殿前には、拝殿が建てられている。 拝殿前には三棟の座小屋が建てられている。拝殿を囲むように北、西、南側に廃され、それぞれ宇治湖の上昌、市で原、西向きの三大座の座小屋になる。北、南の座小屋は土間で、西の座小屋には床板が張られるが、校舎は中世荘園の平野伝承の関係で役人を招待したことによるという。所在地交通アクセス周辺。 ありがとうございます。